おはようございます、こんにちは、こんばんは。和歌山県の新宮市の山間部にありますヒーリングショップ熊野の癒し所です。今日はガールズ&クリーチャーズゲーム攻略第2回目です。よろしくお願いします。はい、というわけでね、前回から比べるとどれだけ強くなったんでしょうか。まあ、おはずすくんね。どれだけ強くなったのか、早速見ていきましょう。今日は3月15日の収録です。よろしくお願いします。前回の収録は3月9日でした。それでは、ゲーム実況行ってみましょう。はい、今回の実力はこのようになってますね。女の子がパワーアップしてます。3月9日に比べると右上にあります戦力というのがね出ていますけれども、前回が145万7千でしたね。今回は246万6千にアップしています。そしてレベルですけども、前回の配信で89レベルでした。今回は94レベルまでアップいたしました。そして戦力ランキング、これ見てみましょう。前回は14位でしたが、今回はかろうじて11位になっています。ただこちら見ていただいたら分かります通り、1位メルレジさん、そして2位室谷明成さん、そしてレッドマエさん、ね、このトップ、まあ3からトップ5まではもうほとんどこのガチということでございますんで、まあちょっと叶わないかなという感じがしますけれども、ね、ま、できれば10位以内に、ね、入れるようにね、目標として頑張っていきたいと思ってます。さて、今回のゲーム攻略でございますがこちらです。はい、何か怖いね、物々しいところにやってきましたけども、これは魔王軍の居城のようなところでございます。チャンピオンのメルレジさん、魔王が、の像が立ってますね。この右上に、試練というね、なんだろうこれ、気球船みたいなものが飛んでますけども、そして下にね、うろうろとね、みんな回ってますけれども、これは魔王軍の仲間たちでございます。それではこの気球を押してみましょう。英雄試練というね、項目が出てきました。青銅、白銀、黄金とねあります。全部で5つの試練の項目があって、今から挑戦するのはダイヤ試練です。これをクリアできたら、まあガールズ&クリーチャーズは中級者だよというね、目安ですので、頑張ってみたいと思います。ハズス君の女の子ね、できれば25、26ぐらいまで、行っていただいて、26層ぐらいまで行っていただけたらと思っています。ここにね0割る50とね、書いてます。書いてますけれども、全部で50層あります。はい。50層のうち、どのぐらいいけるんでしょうか。では、魔王ハデス軍の女の子たち、頑張っていきましょう。ちなみに、今回、ですけども、少しね、順序しますけれども、よいしょ。この子入りました。はい。スレイブちゃん。手にね、両手両足に鎖をつけられてしまっているかわいそうなダークエルフの女の子、弓を使う女の子です。レベルが90になってね、獲得することができました。魔王ハデス軍に、入っていただいて、今活躍しています。それでは今回、早速ですけどチャレンジしてみましょう。試練いきます。ではダイヤ試練、早速行ってみましょう。頑張ってくれ。3、2、1。さあ、シェルブ、84レベルシェルブ、まずは撃破です。第2層、85レベル、ベリアル。はい、撃破。第3層です。これも撃破ですね。はい、第5層。骸骨戦士。
今18層でございます。頑張れね、ハデス君、女の子頑張れね、25層ぐらいまで行ってくれ戦力246万6千の意地を見せてくださいね、現在19層、そろそろ苦しくなってくる頃です。50層はねまだまだ無理ですけれども、ぜひとも勝ち上がってくれ。25層まで勝ち上がってくれ。いやー、これはちょっと厳しいか。どうも勝ち上がるのは厳しいようです。そろそろ限界かなという感じですね。はあ、これはちょっとこのヤギのお化け、コウオートというんでしょうかね、やられそうですけども、ちょっとまだいけるか、まだいけるか。あー、マープはね、これは負けそうですね。はい、どうやらこの辺が限界のようです。女の子たちがね、そろそろかわいそうになってきました。はい、デモネスね、なんとか粘り食いついていく、食らいつきます。頑張れ。女の子たち頑張れ。イフリート、これはもうそろそろ厳しいか。あー、これはちょっと厳しいかな。これこの辺から上はちょっと厳しいかもしれません。はい、イフリートにやられて、今度はダークエルフィンの女の子やられました。ゴブリンの女の子が必死になって抵抗している。トンカチを持って抵抗している。お、クリアできました。27層ね、この辺が限界か。ハデス軍、ハデス軍の女の子頑張れ。はい、どうやらこれは厳しいようです。はい、あ、またいけるか。27層突破、28層です。はい、この辺が限界かな。28層ぐらいが限界みたいですね。29層ぐらいまでいけるか。あ、ギリギリいけるか。あ、29層。まだ粘る。まだ女の子粘る。女の子まだ粘ります。あ、どうやら28層までのようですね。残念でしたね、挑戦50層のうち28層でした。もう一回、ワンモアチャンスということでね、もう一回挑戦してみましょう。3、2、1。あ、お、いけるか。
29層いけるか。おっと、29層突破しました。次30層です。頑張れ女の子、頑張れ女の子、頑張れ。魔王軍の、魔王ハデス軍の意地を見せろ。あー、これはダメだ。はい、というわけでね、50層のうち29層まで行きました。はい、多分来週の配信では40層ぐらいまで行けると思います。まあ、へっぽこな配信者ですけどもね、実況者ですけれども、50層あたりまでね、いけると思います。というわけでね、912ステージまで現在来ております。このまま、強化を目指して、ね、来週には、大躍進、中級者向け、これを突破できれば中級者ということですけども、まあ、40層を超えられるように頑張っていきたいと思います。長時間の実況を聞いていただきありがとうございました。